ントは漫画を描く道具が欲しいゆいです。クリスマスプレゼントはコピックが欲しいももです。私たちチャオガールです。イエーイ。そしてクリスマスプレゼントには業務用のでっかいマヨネーズが欲しいみんなの憧れのエノピーです。3人でチャオチャオ TV を盛り上げていくからよろしくね。よろしくお願いします。それではチャオチャオ TV とはどんな番組なのかというと、はい、チャオチャオ TV とはドラマやアニメから最新グッズや注目帯情報までいっぱい楽しめちゃうチャオのスペシャルな DVD なんです。そう、チャオっ子のためのとっておき情報が満載。それでは早速今月号のラインナップを紹介するよ。まずはお待たせ、ドラマ12歳ゆい編。花火編に続いて切なくて胸キュンしちゃうストーリーだよ。早く見たい。そしてアニメエリートジャック、学校の雰囲気を良くするためユリアちゃんが大活躍。さらに謎の転入生が登場、気になる。続いてアニメ乾さん、なんとルルミちゃんと乾さんが大喧嘩。どうなっちゃうの。さらにプリパラや注目ゲームの最新情報からホビー情報や最新コミックス情報までお届けする盛りだくさんの内容。どれも見逃せない。それじゃあいくよ、チャオチャオ TV 12月号みんなで一緒に見ちゃおう。プラナンシェに塗ったら切り抜いて、プラナンシェをオーブンでキュッと縮む、 3D もできちゃうの、お揃いでつけよプラナンシェネオデラックスセットも。まずはドラマ12歳ゆい編、ゆいちゃんと檜山くんがカレカノになるきっかけのストーリーだよ。前回の花火編ですごくキュンキュンしたからゆい編見たくてずっとうずうずしてました。どんなドラマなんだろう、すっごい楽しみ。そしてなんと今回もゆいちゃん役の山田杏奈ちゃんと花火ちゃん役の田口音羽ちゃんからコメントが届いてるよ。それではどうぞ。チャオ、ドラマ12歳で綾瀬花火役を演じた田口音羽です。青いゆい役を演じた山田杏奈です。9月号で収録されたドラマ12歳の花火編はみんな見てくれたかな。はい、今回は私が演じたゆいちゃんがメインのゆい編をお届けします。花火編みたいに胸キュンシーン満載になっているからぜひ楽しんでください。そしてさらに注目情報、ドラマ12歳のテーマソングボーイフレンドは花火ちゃんとゆいちゃんとしてアンナちゃんと2人で歌っています。 CD も販売しているので詳しくはチャン本誌をチェックしてね。バイバーイ。アンナちゃん、音羽ちゃん、ありがとう。それではドラマ12歳ゆい編、みんなで一緒に見ちゃおう。続いては 3DS ソフト創作アリスと王子様の最新情報だよ。このゲームって10月号から始まった新連載終わる世界で君に恋するの野天間恵子先生がキャラクターデザインしてるんだよね。そう、どの男の子もすっごく魅力的で気になるよね。それでは 3DS ソフト創作アリスと王子様、みんなで一緒に見ちゃおう。Thank you.
ハピネット。宝トミー、もこもこニット始めました。文字や名前がもこもこ折れちゃう。できたね。こんなん欲しかった。もこもじオリーナミッキースティックも。全国の皆さん、私橋本環奈はさらなるステージへ進むため、アイカツで日本一のトップアイドル目指しちゃいます。私たちの熱いアイドル活動、一緒に始めよう。アイカツチャレンジ。続いてはアニメエリートジャック。今回はユリアちゃんがオメガ高校のみんなに友達を作ってもらおうと奮闘するお話だよ。転入生の福沢ゆずきくんが登場して事件が巻き起こるみたいだよ。ユリアちゃんの活躍が楽しみ。早く見たいな。ところで2人は生徒会長ってやったことある？ないです。もう私もないからさ、ちょっと生徒会長立候補ごっこしな い, い, い、ね、選挙演説しようよ。おお、いいですね。もうやりましょうよ。じゃあ、じゃあ最初はゆいね。ビシッと決めてよ。任せてください。この度生徒会長に立候補しました、ゆいです。私が生徒会長になった暁には図書館にチャオコミックスを揃え、学校でもいつでも胸キュンできるようにしたいと思います。ぜひ私に清き一票をよろしくお願いします。おー、すごい、いいね、いいね。完璧じゃん。じゃあモモ、よろしく。はい。この度生徒会長に立候補したモモです。私が生徒会長になった暁には漫画部を作り、数多くの漫画家を輩出する素晴らしい学校にしていきたいと思います。私ももに皆様の清き一票をよろしくお願いいたします。おー、漫画部いいね。漫画部よし。じゃあ次は私ね。この度ですね、生徒会長に立候補したエノピーです。私はですね、生徒会長になった暁には、まあ、3つのことをね、まあ、実現させようと思ってますね。イエーイ。はい。まずは毎日の給食のメニューを変更します。白米を、カツ丼の大盛りに、そしてお味噌汁をラーメンに、牛乳は1リットルのパックで出しますね。その量を NP さん以外食べられないんじゃ。食べられない。そしてですね、まあ、最近階段を上るのが辛いので、階段はすべてエレベーターにしたいと思います。ダメですよ。ちょっと運動してください、運動してください。これは楽ですよ。そしてですね、お昼の給食の時間にはこの私エノピーが実際に歌ってダンスする、このエノピーと歌っちゃおうというね、番組を30分ノンストップで放送したいと思います。毎日30分ノンストップはね、ちょっときつい。このようにですね、生徒のみんなが喜ぶようなことを実現させたいと思ってますので、エノピーに清き一票よろしくお願いします。いや、そんなこと望んでるの絶対エノピーさんだけですよ。もう絶対エノピーさん生徒会長やっちゃダメです。ダメです、ダメです。厳しいな。ダメです、ダメです、ダメです。それではアニメエリートジャック、みんなで一緒に見ちゃおう。宝トミー、キラキラのパクトにはオリジナルアイテムがいっぱい。プリパラに通信して限定コーデで遊べちゃう。アプリもいっぱい。チャームのコーデをランクアップ。サイリウムミラクルパクト。続いてはプリパラスクープ。今回も最新情報が盛りだくさんだよ。それではプリパラスクープ、みんなで一緒に見ちゃおう。プリパラスクープ、テンションマックス、トロシーだよ。なんとなんと、今月は僕が最新情報をお届けしマックス。まずはお店のゲーム情報だよ。プリパラはフォースライブ11月が稼働中。なんとなんと、パルルがゲームとアニメで本格復帰。プリシクって泣いてるんじゃないわ。ドリームシアターではポップでハニーなコーデがもらえちゃうよ。僕ますます可愛いでしょ。そしてアイドルグランプリ開催中、オータムドリームサイリウムコーデをゲット。さらにご当地限定ライブも開催。ドレスデザインコンテストグランプリコーデを手に入れちゃう。続いてはアイテム情報。まずはプリパラドリームデラックスコーデセット、
チケット27枚とクマポシェットが入ってるぞ。僕も欲しい。そしてプリパラポリス&ナースコーデセットも登場。僕のかっこかわいいポリスコーデチェックしてよね。まだまだ行くよ。キャンペーン情報、なんとなんとマクドナルドにプリパラが初登場。ハッピーセットを買うとマクドナルド限定オリジナルコーデのプリチケがもらえちゃうよ。さらにプリパラが無料で遊べるチケットもプレゼント。マクドナルドに全力ダッシュ。教えてかしこまん、ララのプリパラレッスン。コーデアイテムがいっぱい詰まってるサイリウムミラクルパクト。前回は作ったコーデをプリパラに通信するコーデリンクを紹介したんだよ。限定サイリウムコーデもとっても素敵だったよね。二人ともコーデはたくさんできた？うん、いっぱいできたよ。プリチケもこんなにいっぱい。すっごーい。私のプリチケも見て。じゃーん。どうやったの？これはフォトリンク。ミラクルパクトで撮った写真がプリパラでプリントできちゃうの。まずはカメラアプリで写真を撮るよ。はい、プリパラ。イエーイ。写真が撮れたら可愛くデコっちゃおう。フレームはこれにして、ハートもいっぱいにして、できた。デコった写真をプリパラに通信、フォトリンク。出てきた。あー、キラキラだ。プリントした写真をパキってお友達と交換しちゃおう。他にも楽しいアプリはたくさん。プリパラライブや占いなどのミニゲームができたり、マイショップでは自分で作ったコーデを売ることもできるよ。このトップスとこのシューズを売って、私はこのドレスを買っちゃおう。楽しいアプリがいっぱい、サイリウムミラクルパクト。今度のプリパラはサイリウムコーデをデザインできちゃう。しかもお店のゲームでも遊べるよ。さあ憧れのライブステージへ目指せ。毎月。続いては私が声優もやっているアニメ乾さん。今回はルルミちゃんと乾さんが大喧嘩しちゃうよ。へえ、あの仲良しな2人が。ルルミちゃんの大事なサイン入りの本をめぐって喧嘩になっちゃったみたいよ。わあ、どんな話か気になる。サインって言えばさ、私最近親戚のおばさんから有名人のサインもらったんだよね、いっぱいあるからあげるって。誰のサインなんですか？チャリーちゃんでしょ。で、ローラちゃんでしょ。すごい。で、サッカーの本田選手。すごい、有名人枠じゃないですか。羽見せてくださいよ。いいよ、ほら。キャリーちゃん、はい、ローラさん、ほら、本田さん、いいでしょ。なんかちょっと名前が書いてあるだけで、なんかサインってもっとこうシュシュシュってかっこよく書くイメージ。いやいや、そんなことない。こういう人もいるでしょ、サインが。しかもこれなんか全部同じ人が書いてるように見える。マークも同じだし。そう、これもしかして、エノピーさんのおばさんが全部書いたんじゃないんですか？そんなわけないじゃん。全部本物のサインだよ。何言ってんの、ちょっと。あれ、まだもう一枚残ってる。誰のサインかな。誰、あれ、え、どうしたんですか？エノピーへ、オバピーより。同じです。星のも。あれ、これって、あ、偽物や。それではアニメ乾さん、みんなで一緒に見ちゃおう。続いては 3DS ソフトチャオイラストクラブの最新情報だよ。チャオイラストクラブはチャオの人気漫画をお手本にイラストのレッスンができる 3DS ソフトなんだよね。そう、 3DS だからできる便利な機能もいっぱいあるから、絵が苦手な子も得意な子もみんな楽しく描けるんだよ。わあ、楽しそう。それではみんなで一緒に見ちゃおう。任天堂 3DS で本格イラストレッスンができるソフトがついに登場。イラストが可
俳句上手にみんなで描けちゃう。イラストクラブ始めよう。イラストクラブでは女の子の基本的なイラストからペアのイラストまで描けるようになっちゃう。ポイント1、可愛く。イラストが可愛く描けるお手本をたくさん収録。お手本イラストで描き方の基礎を動画と説明イラストで楽しくレッスン。イラストマスターのサラがレッスンをナビゲートしてくれる。お手本イラストには12歳ドーリーカノン、マシロケコンプレックス、プリプリちーちゃん、恋してるナキス、秘密の王子様、チャオで大人気連載中作品が6作品も収録。ポイント2、上手に。イラストが上手に描ける本格的なマジカルパレット。初級から上級までマジカルパレットを使ってイラストの描き方を教えてくれるよ。マジカルパレットにはイラストを描くための道具が揃っているから、いろんなイラストが描けちゃう。輪郭を描くためのペンや色塗りができるマーカーペン、レインボーペンでは虹色の線が描けるから描いたイラストを楽しくデコれちゃう。さらにプロの漫画家先生も使っているIC スクリーンも入っているから超本格的。その他にもイラストが上手に描ける道具がいっぱい。お手本は描きたいイラストに合わせて線画、スクリーンを使ったモノクロイラスト、カラーイラストが選べるよ。ズームアップ機能を使えば細かい部分はアップにして描けるから目だってこんなに上手に描けちゃう。スタンプを使えばイラストを可愛くデコれちゃう。ポイント3、みんなで。イラストがみんなで描ける、さらに簡単にお披露目&交換できちゃう。描いたイラストは簡単にお披露目できる。ミーバースのコンテストに投稿したり SD カードにイラストを保存してパソコンで見ることも。さらにイラストは近くのお友達と交換ができちゃう。描いたイラストをあなたが書き加えることもできるから一緒にイラストを作れちゃうよ。さあイラストが可愛く上手にみんなで描けちゃう。クラブ活動始めよう。チャオイラストクラブ2015年11月26日発売予定。予約して 3DS テーマをゲットしよう。詳しいゲームの情報は公式サイトをチェック、ハピネットゲームウェブで検索してね。ハピネット、ついに始まるアイドル全国制覇の旅。新登場ののちゃん、りさちゃんと走り出そうトップアイドルへの道。フィーバーアピールで限界超えてこ、アイカツ第1弾。これで始めよう。続いては最新コミックス見ちゃおう。今月はどんな作品が登場するのかな。あなただけのお気に入りコミックスを見つけてね。それでは最新コミックス見ちゃおう、みんなで一緒に見ちゃおう。最新コミックス見ちゃおう。このコーナーでは最新のチャオコミックスの情報をいち早くお届けしちゃうよ。今月はこちらの6タイトルを紹介。ギャグ満載の爆笑コメディ、乾さん第5巻。犬乙女の乾さんとルルミちゃんは一年中仲良し。春は二人でお花見へ、夏休みは二人で水族館デート、年末はルルミちゃんの家で大掃除のお手伝い、時には一緒にカフェでアルバイトをしたり、スポーツで汗を流したりも。乾さんとルルミちゃんの爆笑ライフをお楽しみに。ゲームやアニメとも違うオリジナルストーリー、妖怪ウォッチワクワクニャンダフルデイズ第2巻。過去に行ったふみちゃんが子供の頃のおじいちゃんに遭遇？妖怪ウォッチ誕生の秘密に迫る。大事な妖怪ウォッチが故障、慌てて不思議な時計屋さんへ。さらに新キャラ稲穂とウサピョンのお話を早くも収録。読みたくなっちゃうのは妖怪のせい。新感覚シンデレラストーリー、美女でないと第2巻。貧乏でダサいマロンが世界的デザイナー美堂三姉妹の後継ぎとして三女に抜擢。そしてマロンの学校に長女のローズ様と次女のバニラ様が転入。お嬢様たちの登場で学校は大騒ぎに。さらに親戚の双子シトロンとシナモンも後継狙いでマロンに接近。
そんな中、マロンにも少しずつ後継ぎとしての意識が芽生えてきて、果たして美道家の後継ぎとして認められるのか、最後まで見逃せない。おしゃれでモテモテな高校ライフ、いよいよ完結。新極上メシャモテ委員長第5巻。可愛くてモテモテになれるおしゃれなリメイク術とは。小学生の女の子の友達に関する悩みをミミちゃんはどう解決する。愛しの彼東条くんとデートで胸キュンな展開に。さらに学校の先生を目指すことを決め順調な日々を送っていたミミちゃんが、なんと家庭の事情で東条くんと離れ離れになることに。東条くんとミミちゃんの出した答えとは。妄想炸裂超新感覚なラブコメ、彼氏レシピ。中二女子誠の楽しみはノートに妄想漫画を描くこと。でもそれは誰にも知られたくない秘密な趣味。ところが妄想漫画が転校してきたイケメン天才少年の春野に見つかっちゃって、なぜか興味を持たれてしまい、想定外の特殊ラブがスタート。オタク女子と天才少年のラブストーリー、要チェックだよ。怖くて怖くて震えるホラーアンソロジー、衝撃告白私たちの心霊体験。紬の前に突然現れたお人形のような美少女。しかしその出会いの先には恐ろしい真実が待っていた。無視したら殺されると噂のメッセージを受信したエリ。助かる方法はただ一つ。果たしてエリの行く末は。何かがおかしい転校生の幸子の正体とは一体。背筋も凍る怖い話を8編収録。あなたは一人で読めますか。発売中の6タイトルチェックしてね。盛りだくさんの最新情報、チャオコのみんなに届いたかな。チャオコミックス、今月もよろしくね。小学館ジュニア文庫の秘密教えてあげるね。楽しい小説たくさん。このクローバーが目印だよ。チャオの漫画のオリジナルストーリーが読めちゃったり、名探偵コナンとか大人気映画のノベライズもたくさん。ジュニア文庫オリジナル作品もあるから新発見もいっぱい。私たちのジュニア文庫は本屋さんの小説コーナーで絶賛発売中。あなただけのお気に入りを見つけてね。小学館ジュニア文庫。図鑑ネオさらに進化。鳥って恐竜が進化したんだ。へえ。魚の進化なんと5億年。すごい。 DVD は迫力満点。3歳から高学年まで長く使える本格図鑑。小学館の図鑑ネオ魚鳥発売中。そろそろお別れの時間だよ。今月号も楽しくチャウチャウ TV をお届けできたね。盛りだくさんで充実な内容だったね。ここで優しい NP サンタから二人にプレゼントじゃ。嬉しい。ありがとうございます。まずこれはももじゃの、ね、ゴピック星が取ったじゃろう。ありがとうございます。そしてこれはゆいじゃの、ありがとうございます。漫画家セットじゃよ。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。そしてあとこれもの、また偽物ですか。いやもうエノピーさん、偽物はもう大丈夫ですよ。大丈夫大丈夫。いやいやこれ違うのよ。そういうの大丈夫ですよ。大丈夫です大丈夫です大丈夫です。いや本当にやばい。超嬉しいね。これはエノピーの本物のサインなのに。それでは今月号のチャオチャオ TV はここまで。桜学院のマセマティカを聞きながらお別れです。チャオコのみんな、また会おうねー。